インノケンティウス3世は、ローマ教皇の全盛期に生きた人物です。自分の意向にそぐわない、ヨーロッパ中のたくさんの王や皇帝を破門しました。その権力を表した彼の名言、教皇は太陽、皇帝は月、はあまりにも有名です。インノケンティウス3世、ロタリオ、は1161年、イタリアのガイナーノに誕生しました。家は非常に裕福で、権力があったため、ロタリオは幼い頃から、政界の要人になるべく、英才教育を受けていたとみられます。パリ大学で進学、ボローニャ大学で法学を学び、1190年に29歳の若さで枢機卿になります。順調にエリートコースを歩み、枢機卿になった8年後にローマ教皇に選出されます。彼は同年のうちに、ローマ帝国領であったスポレート公国、アンコーナ、トスカーナ辺境伯への占有回復権を使って、11月に亡くなった王母コスタンツァの後を受け、シチリア王フリードリヒの後見となりました。1201年に、これらの帝国領はローマ王オットー4世によるのイス条約によって、正式に教皇領になりました。同時期にフランス王フィリップ2世の離婚問題が浮上し、フィリップ2世は妻インゲボルグのことを気に入らずに勝手に離婚を言い渡し、他の娘と結婚しましたが、当時のキリスト教世界において離婚は教義に反していました。先代の教皇ガレスティヌス3世はフィリップ2世に他の娘との結婚を無効とし、インゲボルグと死別しないうちのフィリップ2世の再婚を禁止します。フィリップ2世はこれに抵抗したため、1198年に新教皇インノケンティウス3世はフィリップ2世を破門し、フランスを政務停止とします。そんな中、イスラム勢力の中心である愛友部長のあるアーディルが即位し、キリスト教への反撃を伺わせる動きがあったため、インノケンティウス3世は第4回十字軍を提唱します。第4回十字軍とは、簡単に言えば、イスラム教をやっつけようぜ、というもので、この十字軍は、正規回復、という本来の目的から逸脱していきます。十字軍は、カイロの輸送をイタリア・エネチアに頼りましたが、支払う輸送料を賄えませんでした。エネチア商人たちの利益を優先する形で進軍し、キリスト教徒の町であるザーラを襲い、占領して略奪を行いました。これに激怒したインノケンティウス3世は、十字軍をすべて破門します。しかし、この十字軍はさらに東ローマ帝国の帝位争いに介入し、1204年にコンスタンティノープルを征服して、ラテン帝国が建国されてしまうことになります。そんな力を見てか、11世紀半ばに分裂したままだった東西教会の合同を実現させるために、インノケンティウスは破門を取り消してラテン帝国を承認します。11世紀の教皇であったグレゴリウス7世が言った教会刷新運動の影響で、ヨーロッパ諸国では異端派の動きが活発化。勢力が強かったフランス南部のカタリ派はカトリック教会を脅かす恐れがあると見られていました。カタリ派の弾圧を目的としたアルビジュア十字軍、キリスト教の異端を排除しようを招集したり、異端審問官を各地に派遣して異端派の捜索に尽力したりと、インノケンティウス3世は正統派カトリックの普及に努めます。また、1205年にカンタベリー大司教が亡くなると、修道士たちが選んだ候補とイングランド王と司教が推薦した候補が共にローマへ、カンタベリー大司教の座を争いました。教皇権の強化を狙っていたインノケンティウス3世は両者とも認めず、代わりに彼が選んだ枢機卿をカンタベリー司教に任命します。ジョンはこれを認めず、これを支持する司教たちを追放して教会領を没収したため、1207年にインノケンティウス3世はイングランドを政務停止とし、1209年にジョンを破門しました。当時のヨーロッパ諸国では、インノケンティウス3世が発足した十字軍の遠征に伴って、国内で継承争いが勃発しました。インノケンティウス3世は神聖ローマ帝国の帝位継承争いに介入し、エルフカのオットー4世の帝位を押しました。皇帝派によって、次の神聖ローマ皇帝は先代の弟フィリップになりましたが、インノケンティウス3世は策略によってフィリップを暗殺し、オットー4世を帝位につけたと言われています。しかし後に、オットー4世がイタリア南部に侵入して勢力を拡大しようとしたために破門し、自分が暗殺した前帝フィリップの甥のフリードリヒ2世を帝位につけて、オットー4世を廃帝に追い込みました。また、同年にイタリアアッシジから来た青年フランチェスコと教皇は謁見します。隣人愛で結ばれた兄弟団を結成して、製品と説教によって、キリストの正しい教えを普及させてほしいという要求のためにローマに来ました。当時、異端派の動きもあって新しいグループの結成は警戒されていましたが、インノケンティウス3世は彼に可能性を感じて、カトリック教会の命令に従うという条件でフランチェスコ会を認めました。そして1215年、第4回ラテラノ公会議を開きます。インノケンティウス3世は325年のニカヤ公会議のような、古代の偉大な公会議に匹敵する会議をローマに実現したいと望み、多くの参加者を招きます。
ドイツ、フランス、イングランド、アラゴン、ハンガリーや東方十字軍諸国の国王たちの施設、南フランスの領主、イタリア都市の代表者、市長、修道院長など1500人以上が出席する大規模な公会議になりました。インノケンティウス3世が掲げた会議の目的は、政党信仰の保護、十字軍国家の支援、俗人による聖職者、叙任権への介入の排除、異端の根絶、新たなる十字軍の編成でした。そこで彼は歴史に残る有名な言葉を残します。教皇は太陽、皇帝は月、という名言は、当時のローマ教皇の権力が最高潮に達していたことを端的に表しています。ローマ教皇の絶大な権力を誇示していく最中に、インノケンティウス3世は55歳で亡くなりました。イギリス、神聖ローマ帝国、フランスの君主を破門にし、政治を意のままに操れていた彼の功績も虚しく、以降のローマ教皇は盛りを過ぎたのか権力を徐々に落としていくことになりますが、カトリック教会の全盛期を築いたインノケンティウス3世は名君だったと言えます。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。